ガールネクストドア初めての大阪ロケということで、 UK は関西出身のちさが大好きなものを事前にリサーチ。彼女が大阪に帰ってきた際にぜひ行ってもらいたいスポットを巡るちさのための大阪ええとこですツアー。まずはさあ、やってきたのは大阪は梅田でございます。はい、梅田ってよく来てました？昔は来てました、来てました。聞いたところによりますと、はい、筋トレが好きだと。大好きです。ものすごい大の筋肉好きというちさのために UK が用意したプラン、その1、なんと話題のフィットネスを体験。イエーイ。話題こちら梅田の地下街にあります。かっこいい動きはかっこいいボディを作る by TU。 いや、もう最高ですね。このお腹とか最高ですね。もうドキドキしちゃいますか。嬉しくなっちゃう。大阪梅田の地下街にあるリズミックボクシング梅田店、ボディデザイナーの TU さんが独自に開発したシェイプアップエクササイズが体験できる今話題のフィットネスクラブなんです。早速一行はスタジオの中へ。TU さんのオリジナルパフォーマンスは絶大阪でイベントを行うほどの人気ぶり。鍛え抜かれた肉体を前に、ちさの反応は。好きな男性のタイプは？筋肉マッチョな人が好きです。マッチョな人。すごい。おいくつですか？これもう今年で50なんですよ。その背中の筋肉に何か触る。大好きなんですよ、ね、大好物なんですよね。はい、大好物。何筋が好きなんですか？背中筋ちょっと出ました。すごい。どうぞ触ってみてください。いいんですか？いいですよ、どうぞどうぞ座りください。めっちゃ硬い。男の子はやっぱり一度憧れます。憧れますよね。音楽のリズムに合わせて体を動かすリズミックボクシング、インストラクターさん渾身のパフォーマンスを披露。やばい、かっこいい。すごい。本当に疲れそうだと思います。あれはめっちゃ筋肉止めてこう、はいはいはい、筋肉がないとあんなこうキレのいい動きは絶対できへんし、そもそもお前筋肉の何なんだよ。話にこうなってくるから、ね、ダンス普通にしててもあんなに止まれないですよ。あ、いいとこ。もうすごい、みんなめっちゃ揃ってはるし、あ、もう私もやりたい。考えたらね、ガールネクストさんの曲に合わせて、はい、リズミックを話をすることできません。ものすごくなんですよ。ちょっと自分も考えてみて、ちょっと速攻で作ったやつありますので。いいんですか？あるんですか？ガールネクストドアのインフィニティに合わせて TU さんオリジナルのリズミックボクシング、筋トレにこだわっているちさは体験できて大満足のご様子。お見事ですよ。そんなちさの体脂肪率はなんと 10%。 自慢の筋肉を披露。おー、すごい。お、本当に硬いんです。カッチカチンや。ちょっとカッチカチンやってもらっていいですか？カッチカチンや、ほんまに。ありがとうございます。